まあね、こういうの大事よね。細かなとところまで探索よ。しゃあ、あでもなんかそのこのきらめきのかけら、きらめきじゃなくてひらめき回収ちょっともっそうだな。うんふん、うんふん、私がこの作戦の司令塔よ。力仕事はあんた。誰か助けてくれそうな人がいないか探してみよう。わかってる、あそこにいたよね。お、その小さな洞窟を覗いてみようか。私がやる。あんたのでかい図体じゃ入れないでしょ。から、あ、まあ、来れますよね。お、無限編ってこと。ん？あー、そういうこと。これでいけますね。ミーさん届きます。あ、でもミーさん意外とジャンプ力あんだよな。誰を見つけたと思う？いや、この子の名前は？あ、そして我の音色に惚れるというわけですね。あ、こっちも。うん、特に意味はない。ゴー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 。あ、もう一人。うん、分かってる。でもこっちの探索だっているんだ。いいえ、まあ、ですよね。よし、え、これこれはちなみに、あー、特にマックスいくつとかは、うん、マックスいくつとかではないんだな。いやー、このちっちゃなちょっとした探索じゃなくて収集要素の私は好きだな。へいへい、じゃあ我の音色に酔ってもらおうか。俺の美技に酔いな。あー、頼むわ。時は金なり、え、時は宝なりって言うでしょ。ありがとうね。うんふんふん、行くぜ。で、こっちは、あー、登れる感じではない。で、岩を、なんだこやつら、明らかにニョロニョロではないんだよな。あれ、登れない。はい、こう。あ、ショートカットね。オッケーオッケー。あれ、みーさんこれ使えない感じ。へえ、君にもできないことがあるんだ。よし。あ、え、待って、めっちゃ綺麗。なんかこう、なんかさ、メニュー消せたりとかは
ないのかな。めっちゃいい。ゲームしながら多分実況者ってここサムネになりそうだなとか、サムネ候補を探しながら、まあ、ゲームすることが多いと思うんですよ。このゲーム、あ、マジでサムネ映えするシーンが多いな。いや、ほんとおしゃれ。あー、ここじゃない。 OK。 へい。そうね、あんたって背が低い方だから、まあまあまあ、いちいちおよけになって。ふんふんふん。あ、連れてきてくれるんだな。頼む、手伝っておくれ。おい。でもあと一人。あ、すごい。そういうことね。オッケーオッケー、すべてわかった。まるっとお見通しよう。いや、別にミーじゃないとダメかな。いい音色を響かせる自信あるんですけど。あ、でもこういう謎解きも楽しいよな。頼むわ。こっちかな、こう行くと。あはははは、ありがとね。え、太鼓、よし、いいね。この岩が、あ、どけられて、こう、イエーイ。いやー、進むね。でも幽霊船ちょっとやだな。お化けとかやだな。はあ、私が助けてあげるしかないわね。あ、カメシャン、カメシャンタイムね。はい、よし、まあ、ひらめきを回収して、さあおいで。いいね。ここはもう調べたか。あとはこっちから来ましたね。おやすみ、おやすみ。わあ、ああ、あ、はい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 、へい。オッケー。なんだろうこれ。あ、まあ安定感ってこと。はい、ごめんね、間違った。これが好きなんだよね。眠ったらもう起きない感じ。寝つきいいね。さ、頼む。
そして3人でよいしょちゅうことな。ありがとな。すひらめきのかけらもなんか半分いっ公演版公開させてやる憎しみが深いな。はい、スナッキンさんってこんな感情的になる感じの方なんですね。本当に先入観というかイメージしか。ですけど、マジであれ怖いよな。あ、しゃあ。はい。で、そうですよね、ありますよね。で、この樽を。は特に洞窟よ急いで、結構ここまで回しちゃったからこんなところにしておくか。海賊船行きますか。海賊船って嫌な予感しかしない。だってあの狼とかニアレプリカントとかろくでもないじゃねえ。怖いわ。ご覧なさいよ、きっとお宝この中にあるはずだわ。拾ったものは自分のもの、私は自分の力で全部やったんだから。気をつけろ。え、上から来るぞ。あ、ギャー。お、罠に引っかかった。嫌な音がしたな。じっとしてろ、今助けてやる。かっこいい。もし私を見殺しにしてお宝を独り占めするならお化けになって出てきてやるから。それが人に物を頼む態度なのかな。これは拾えない。なんかあるな。ひらめきがいただけると。ゴゴゴゴゴゴゴ。うん。特に探索要素は、まあ、ここでひらめきをいただいて。OK。そうですね。
だと思ったんですね。こっちは？あー、ちょっとルートっぽいな。オッケー。奥にあとはないかな。ゴー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 。え、ミーさん助けられる？わ、危ね、危ね。あ、ここは多分メインウェポンは太鼓になるのかな。へい、楽勝。降りれそうな感じしたけど、降りれはしない。え、ひらめきいただき。今レベル6なんだけど、マックスはいくつなんだろう。意外とこのダンジョン長さある？おごご、大丈夫？リトルミーが無事だといいが。あ、ジャンプしなくてよ。だけどやっぱりこの静けさは最高だ。それは陰キャの考えですね。いや、いいですよ。起きろ起きろ起きろ。邪魔だ。え？いいの？いいのかな。まあ、いいか。惜しい命をなくしたよ。いや、きっと海賊船にたどり着いてんじゃない。こっちは、あ、こっちで良さそうだな。ゴー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 。こっちは黄色い花なんだな。あれ、黄色だったっけ。白くなかった。月の涙的に。あ、あ、えい、ほいで。あー、こっちも行けますよね。え、あ、行けない。あら、行けない。あ、行けた行けた。経験値ですね。ほい、あっと、ほい。うわ、行けない。早く、はめ。よし、はい。お、ここかな。よし、こっちが順路ですね。え、ひらめき。あ、ミーさん助けるルートか。オッケー。だいぶ目もこの描写に慣れてきてしまってはいるけど、めっちゃいいな。うるさーい、滝うるさーい。こっちもうるさくしてやる。この太鼓の響きもやっぱ洞窟に入ってから音は違うような気がする。白いっすね。あれ、ここ上通ったか。あ、でもルートっぽいか。うん、よし。このジャンプが微妙に苦手だな。え、ね、さっきのあのパパの脚本ってどうやって撮るの。なんもギミックなかったよね。いや、いいのかな。いずれ通るのか。だってあそこ戻ってくんの絶対超めんどくさいですよね。いや、特にでき
ることはない。あ、ここか。ここですね。あった。これってマックスいくつなんだろう。アイテム7か。10とかなのかな。あ、だってこっち順路でよかった。いや、いいんだな。ゴー。え、特にない。みーさん無事？大丈夫？お、まあ、亀が順路なのはわかる。で、ひらめきいただき、ひらめきの、ひらめきのって、なんか番組名か？なんか聞いたことあるな。いけないな。亀よ、起きろ。あ、こうやって渡ってく感じかな。あ、行ってしまわれた。こっちです。よし、なるほどね。次は逃さぬ。あ、もうちょっと進んでからでもよかったか。ちょっとちきったか。あ、でもあそこ、あっちもあっちも行けそうな。どっち、どっち。あ、こっち順路だな。よし。くれたらすっごい行きやすいな。ありがとう、カメさん。へい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 。はいはい。楽勝。ゴー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 。長いなここ。へい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 。オッケー。あ、なに？ボス戦？ふむ、どうやらハマってしまったみたいだ。え、ハマってしまっ、あ、なんてこし、え、なんてことかしら。この私が助けることになるなんて、ありがとう。なんか命乞いをしろとかさ、3分だけ待ってやるとか言われるのかなって思ったけど、ありがとう、みーちゃん。ありがとう、とても助かったよ。何その含み。ほら、そんなに難しくなかったでしょ。ちょっとお涙とかやめてちょうだいよ。じゃなきゃあんたを助けたこと後悔するんだから。あ、ツンデレなんだな、お前は。ありがとう。お礼に君の鼓膜を破壊してあげよう。聞かないだと。あ、ここね。君の鼓膜は大変強いと見た。え、ここここここ置いてくよ。うん、いけなーい。ん？あ、あるよ。ミミックじゃないかな。大丈夫かな。ほら、愛しの宝物。あ、え、ここ、え、めっちゃこのカットいい。中身が。ね？ふん。空っぽ？メモ一枚だけ？うん。宝物は差し。公演版。あー、これは総力戦ですね。しばくしかないですね。ヘイトすごいよ、今、公演版への。みんな。森のみんな、公演版にヘイト集めてるから。あー、そうか。広い場所に出ると、ゲーマーとしては警戒してしまうわけなんですね。あー、ここ見たよね。釣りの図。あ、着いた。
海賊船だ。ほぼ無傷みたいだ。ふん。ならまあ願いが叶って本当によかったですこと。トライゲッツ。これでよし。さあムーミンパパのボートへ戻ろう。そういえばこの島に来て最初の方に太鼓ゾーンとかあったよね。絶対後悔させてやる。風の力を取り込み本は大海原へと進むのだ。しゃ。さあ行くよーみーちゃん。あ太鼓ゾーン、あ間違えた。はいはい、お余計になって。なんぞ。あ、ここで使うのかな。イエーイ。こっち何？ちっちゃ。あー、これもひらめきか。こんな美しいものがこれまでにあって、なんか、あ、神獣がいる。神獣がキリン。この物語においてキリンってこういう描写なの。オッケー、理想的な美だわ。怖いにょー。大丈夫、話しかけて。こんにちは。いや元気かい。え、知り合い、顔見知り。んうん、素晴らしいわ。いつだって、うん、だって心の底から私はこれまで存在した中で最も美しい生き物だって知っているんだもの。自己肯定感。へえ、その自信には感心するな。うん、私の美しさにかなうものなんてこの世に存在しないに違いないわ。本当に存在しないと思うかい。おお、喧嘩売ってくスタイル。え、そうよ、そんなものがあるなら探してごらんなさいな。やってみよう。わあ、積極的に喧嘩買ってくスタイル。いやー悪くないよ。なるほど、花馬って言うんだ。キリンじゃないんだ。あ、多分道中どこかでゲットワイルドできるんじゃないのかな。いや、いいね。もう溶けない謎ないもんね。あ、鏡よ、鏡さんってこと。でも鏡に映ってんのが自分だって分かんないパターン。犬や猫と同レベってこと。こっちは、あー、こっち順路っぽいな。これだけ解除しておこう。あれもサブクエだな。うん、こっちは特になし。へい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 。これはどうかな。自分なんだよな。わお、これは今まで見てきた中で一番美しいわ。あ、なかなか美しい鏡だろう。いや、鏡に映ってる自分じゃないの。そうじゃなくって、映ってる姿がって意味よ。さあもういいかしら。一人でゆっくりこの姿を見ていたいの。わかったよ。それじゃあさよなら。まあ、ハッピーハッピーがもらえたってことかな。美しい姿の私と二人きりになりたいの。よろしくて。忙しくしているのがわからないのかしら。怖いにょー、怖いにょー。バイ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 。雰囲気をぶち壊していく。そう、壊し屋スタイルだから、うちのスナフキン。ゴゴゴゴゴ。行くよ。階段登れないよ。登れない。よし。で、ここにたどり着くと。あ、みーさん。ぴったりだ。公演版を懲らしめる用意はいいか。もちろんよ。お宝もなんもない、ここから抜け出しましょう。ちょっと待って。まだやることあるから。いや、太鼓の達人。
どっかにあったと思ったんだけどな、まあ、何もなかったらここはカットで島森に帰りましゅ。いろいろね探索がてら道を逆行して、パパのね脚本とか拾ったわ。いくつ拾った？2枚拾ったのかな。ということで行きますか。でも海賊船の中探索とかなくてよかったな。それあったらマジできつかった。あ、かわいい。じゃあミーノリノリじゃん。でもそんな前に座って立てたらまた落ちますよ。お、帰ってきた。あそこってもう行けない感じ？あの道を逆行というか、太鼓持ってない状態で行った時の道とかを戻ってたんだけど、うん、途中で行けなかったんだよね。ねえ聞いた？ムーミントロールがコインバーに逮捕されたんですって。そうなのよ。それにスナフキンさんは大変憤慨しておるという展開です。公園版は自分の家に閉じ込めてるって。ここから東にある家よ。私が目にもぬ見せてやるわ。そうだ、ミーさんも宝物取られて怒ってる。ふんふん、お宝の独り占め、ムーミン誘拐犯、マネー知らずの余計なお世話。はい、パーティーにミーさんが加わったということですね。で、なんだっけ、スティンキーさんのお洋服も取り返してあげたいよな。ほうほうほう。いや、太鼓の達人ゾーンっていくつかあったよな。どこだっけ。いや、ここはお昼寝ゾーンでしょ。あの上行けるな。あのツッキーの横から行けばいいのかな。はしごは下ろせるけど降りてないということは行ってない。探索し、あ、なになになに。あー、ひらめきね。イエー。あ、なんか言うかな、うん、どこで計算を間違えたか分かるまでお遊びはお預けた。その計算が解ける頃にはさらなる実力をつけたスナフキンさんが。え、なになにちょ、あれ、あ、よっしゃ。え、あ、これで、あ、なんか10枚でマックスっぽくない？いや、でもあっ地に行けない。どっかルートが、あー、回ってくのかな。そうなの、私マップを見るのちょっと不十分だったなーってね、前回プレイして反省したのよ。んー、いや、ここ来たよな。でもマップ的にはここから上に、あ、行ける。もしかしてこっち行ってない？綿毛、まず上行ってみるか。あー、なんかヒゲっぽいけどな。あ、じゃ、間違った。行ってないな、ここ。イエーイ。え、もしかして、マックスレベルって7とか。ん？ジャコネズミおじのところで、料理作れるのでは？あ、ここ行ってない。まだもらってないひらめきがある。あ、ここか。
か、はしご。あ、なるほど。このはしごが降りる音いいよな。あ、え、何枚あるのこれ。あ、ここがこう。あっちは？ここはどこ？うわー、すっごい結構ショートカットだね。ふんふんふん。あれだな。ジャコネズミおじのとこちょっと一旦行きたいな。